皆さんこんにちは。本日はですね、ちょっとオープニングのね動画とかもなくそのままアップしていると思いますのでね、ご了承くださいということでね。まあ今日はですね、大谷さん、久々のノーヒットに終わったということですね。エンゼルスも連敗ということで、まあちょっとね残念な一日のスタートとなっておりましたけどもね。まあやっぱりね、怪我人がこう出て、まあ1、2試合だったらね、まあなんとかそのバックアップが活躍たまたまして勝てるっていうこともありますけどもね、やはり長期的に見ると早く戻ってきてほしいなっていうのが、率直な感じですね。でまあ今日はですね、相手ピッチャーの先発のね、ボールが切れてたかなっていう感じですよね。まあ、大谷さんここのところね、まっすぐにはめっぽう強いということでね、向こうの解説もなんか言ってましたけども、今日はねやっぱり捉えきれてないということで、まあ打てるねコースのボールはあったと思うんですけどもね、まあ、ファールにしてちょっと、まあ、捉えきれてなかったなっていうのがありましてね、やっぱり、まあ、向こうのスピンとかね、ボールのキレがやっぱり良かったのかなと、感じましたね。それでまあこう捉えきれてなくて、まっすぐをですね、それでまあノーヒットに終わったのかなっていう感じですね。まあ決して状態が悪いとかいうわけじゃなくてね、まあ昨日とかねその前とかあんだけ打ってますから、まあそういうこともあるよねっていう感じで、まあそこまで心配はしませんけどもね。まあ久々のノーヒット、まあ、久々のノーヒットなんてね言えることの方がなんか嬉しいって言ったらねおかしいですけども、でもその分前に打ってるってことなのでね、まあいいんじゃないですかね。今日はちょっとしたお休みということで、まあまた次からね、打ってくれるでしょうということで、本日はこのようなね感じになっております。そうですね、それまあエンゼルスチーム的にはまあそうですね、怪我人ですよね。あとまあそこがどうにかなってくれればなっていうね感じですね。ということで本日のエンゼルス情報、大谷さん情報でした。そしてですね、まあ、今日ヤンキースも負けまして、エンゼルスも負けまして、朝起きてね、ああっていうね、一日のスタートでしたけども、本日、有原投手、MLB 初勝利ということでね、いやー、めでたいめでたい。5.2 イニング投げまして、3ヒットの5奪三振。で無失点ですね、無失点で、防御率が 3.0 なのかなに下がっているということで 3.07 ですよね、3.07 に下がったということで、今日はね筒香さんとのマッチアップもあってね、非常に、まあ、日本人としては注目のね、ゲームになったと思いますけども、まあね、筒香さんは抑えて、まあ抑えてというか他の人もね、まあ3安打なんで、まあ素晴らしく抑えてまして、まあ、三振もね、取っているということで、ちょっとね、球種がわかんないんですけどね、あの、低めに落ちてってるやつとかね、あれスプリットですかね。スプリットとスライダー系かな、なんか。今日は非常に低めにいってね、いい感じの制球でしたね。まあ制球もこのスプリングトレーニングのね最初の方から比べるとやっぱり、非常に良くなっていると思いますのでね、まあその辺のねコントロール、投げ分けとかができてきているので、まあこう打ち取れているのかなと思います。でなんかね解説でも言ってましたけど、やっぱりルーキーにはストライクゾーンが厳しめだとかね、まあ一概にねみんながみんなそうとは言えないと思いますけども、まあその中でねこうやっていかなきゃいけないっていうのはありますのでね、まあ多少は苦労してるかなと思いますけども、今日はね非常に素晴らしい日だったなと思いますね。いやー初勝利ということで、ボールもねもらえたのかな分かりませんけども、まあとりあえずねメジャーで1勝できたということで、まあこれからどんどん今年積み上げていってもらいたいなとね思いますしね、やっぱりまあ10勝ですよね。先発としてやってる以上はやっぱり10、まず10っていうところをね目標にしてると思うので、まあ日本人のねピッチャーみんなそうですけど、とりあえずそこをね目指して頑張ってもらいたいなと思います。でまああと心配なのは筒香さん、
今日久々にヒットが出たっていうことですけどもね、最後もね、最後のバッターになってしまいましたよね、今日も。ということでね、ちょっとやっぱりスプリングトレーニングでもあまり上がってこないなっていう感じで、まあ最後ね、ちょっと上がってきて、でこれからシーズンでってなったんですけど、シーズンでもね、いまいちちょっと上がってきてないなっていうね。まあまだね、始まったばっかといえば始まったばっかなんですけども、まあただこう、ぼーっとね、そのままでいられる立場の選手っていうかね、そのポジションを確約されてる選手ではない状態なので、まあ人よりね、打っておかなきゃいけない状況なんですけども、まあいかんせん調子が上がってこないっていうのがね、ちょっと厳しいなという感じで、まあ怪我人が戻ってきたりしたらね、こう外されてしまう可能性がまあ高いのでね、一度もうちょっとね、まあ頑張ってもらいたいっていうのは簡単なんですけども、まあ見てる側としてはね、もうちょっと頑張ってほしいなっていうね、思いますね。もう本人は頑張ってないわけでは決してないですけども、まあ結果が出てないんで、まあね、外されてしまうのはね、ちょっとねって思うので、もうちょっと頑張ってもらいたいなっていう思いですね。で、まあ、どうでしたっけ、筒香さん2年契約でしたかね。そうなるともう今年頑張らないと次がね、ないということで、ちょっと厳しいことにはなってきますけどもね、もうちょっとね、率を良くするとか、まあホームランを打つとかしてですね、まあ生き残れるようにね、してもらいたいなと思います。ということでちょっと本日はね、駆け足になりましたけども、お伝えしました。まあとりあえず今日は有原さんの初勝利が生まれたということでね、まあいい日だったんじゃないでしょうか。ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントありましたらよろしくお願いします。ではこれで終わり。